お疲れ様です、鈴木です。この番組はですね、宣伝プロデューサーの鈴木がですね、アイデアとクリエイティブでね、まあ平日昼間を空けて、まあちょっとみんなでね、一緒にやりたいことをね、まあやってみようということを、どうやったら実現できるかっていうのを考えていこうっていう、そういったコミュニティ番組でございます。コメント絶賛募集中です。何かお題、質問、など、ぜひ送ってください。で、今日はまあやりたいことをやってみようっていう時に、やりたいこと、やりたいことはどこから来るのかっていう話をしたいと思います。やりたいことっていうのが、実は自分がやりたいことじゃなくて他人がやりたいことをやりたくなるんじゃないかっていう問いがあるっていうか、誰かがやってるとやりたくなるっていうことがあって、それは時々ネガティブに語られる、真似したくなるっていうか、みんながやってるなら僕もやりたいみたいな、そういうことで、なんか誰かがやってると真似したくなるっていうのは、ちょっとなんかマイナスなイメージがあると思うんですけど、なんか人間って社会的な生き物だから、なんかそうじゃないのかもみたいな。それで何の話かっていうと、このやりたいことをやってみようっていうコンセプトでやってるわけですけど、やりたいことを本当にやりたいことみたいな風に考えがちじゃないですか。もちろん僕もそう思ってるんですけど、本当にやりたいことは実際難しいっていうか、自分は本当に何がやりたいんだろうかみたいな問いに立ち向かうことになるじゃないですか。あとはだから、その自分の今やってることをやめて全部捨ててでもそれに集中するみたいなものに出会えるかどうかみたいな、まあそんなことないわけですよ。ないわけっていうか、そんな風に考えたら余計やれない。だから何でも気軽にどんどんやろうっていうことで、何の話かっていうと、ウィッシュリスト366で今年やってみたいことを366個実現しようっていう企画をやってるんですけど、今日が1月の24日、23日か、1月24日ですね。で、このオンエアが25日なんですけど、すでに23個やってきて、まあ実際結構大変なんですよ。そのポッドキャスティングでも話しましたけど、で、何が大変かって、やっぱりやるこ、その昼間のうちにやらなきゃいけないっていうことの難しさっていうのはあるんですけど、なんかやっぱ立ち返って考えると、その適正なサイズで適正なサイズのやりたいことをリストアップするっていうのが難しいんですよ。大きなやりたいことは残ってるんだけど、大きなやりたいことやっぱなかなか実現できないから、今年の後半戦に持ってこうとかいろいろ思ってるわけですよ。だ、そう思うと小さくてすぐ取り組めるやりたいことって結構を出すのが難しいし、もうやりたい20個やっただけでやりたいことが枯渇しちゃったみたいな話で、だからなんかやっぱもっともっとやりたいことをどんどん出していかなきゃいけないと思うと、なんか誰かがやってることを真似したくなるぐらいでちょうどいい塩梅なのかもと思って、その誰かがやってるのを真似したくなるってなんかかっこ悪いと思いがちじゃないですか。僕もそう思ってましたけど、でもまあそんなもんだよなと思って、そんなこと言ってたら366個やりたいことやれないわと思って、誰かがやってるからなんかやってみたいなみたいなことで始めてみたら、すごくやりたいことだったかもみたいなことっていっぱいあるし、今までもそうだし、まあ大体真似から始まるじゃないですか。あ、ちょっとチャイムです。はい、チャイムが終わりましたんでね。いや、そうそう、だからなんかそのぐらいちょっと誰かがやってるから真似、あ、なんかちょっと真似してみようかなみたいなものをどんどん入れてった方がいいっていう風に考えを改めたっていうか、まあもともとそうですけど改めてそう思って、だから皆さんも誰かがやっていてちょっといいなと思ったら真似してみようっていうことがきっといいんだと思います。そうそう、それでだからなんか真似、ちょっと真似してみようみたいなので、例えばやっぱりカメラ、いや映像のカメラはまあ いろんな自分が一番使いやすいようにいろいろ研究してて、マイクや三脚やどんどんあれしてるんですけど、なんかやっぱスチールカメラがめんどくさくてなんかしっくりこないんですよ。で、ソニーのちっちゃいやつ買っていいんですけど、ちょっと古いの買いすぎたから液晶が良くなくて、なんかちょっと見るのめんどくさいんですよね。で、そういうので、そういうなんかちょっとした理由で使わなくなっちゃうわけですよ。で、 iPhone15 Pro もまあまあ綺麗に撮れるし、だからでもなんかそういうのいかんよなと思って、やっぱカメラだなと思って、まあとにかくもうカメラは買おうみたいなことと、棚ですよ、棚は真似じゃないんだけど、コーヒーを自分の部屋で入れるようになったらもうすっごい不便で、だからもうずっと思ってたけど、やっぱり棚を買うしかないと思って、で今日ちょっとこれから用事があって横浜まで行くんですけど、横浜とかで家具を見て、なんか棚だなと思ってずっと見送ってて、棚だけは買うものかと思ってたんですけど、なんかまあこんなにもう今年366個やりたいことをやらなきゃいけないんだから、まあ、やらなきゃいけないわけじゃないんだけど、やりたいことを366個やるんだから棚ぐらい買えばいいだろうと思って、
ただし予算は20万円までということで、いやいや別に3万円で買えるなら越したことはないんですけど、万が一のことを考えて20万円の棚ならまでなら OK っていうセルフルールで、なんかこれだっていう棚を探しに行こうっていう棚を探し旅ですよ。まあそうそう関係ないけど、棚でも探しに行こうかなみたいなことで、そうだからやりたいことを見つけるっていうのはなんか気軽に入れていかないとダメだっていうのは分かってたけど、こんなにも自分でもすぐに行き詰まるぐらいだから、これ相当やっぱ入れていかなきゃいけないなと思って、だから人がやってていいなと思うものをどんどん取り入れようっていうことですよ。そうそうそう、あとはだからもうあそうそう、すごいね黒田さんのね、あのランニングチームのホスピタリティが高かったからね、あ俺もランニングイベントやりたいし、ランニングイベントのホスピタリティをもっと上げようと思ったんですよ。だから、そういうちょっと接待ランニングイベントみたいな、ちょっとよく分かんないですけど、なんかそのぐらいちゃんとイベントナイズされた、なんかそういうのいいなと思って、あの手作り感もいいんだけど、なんかいやいや別に手作り感はそのまま残すんですけど、なんて言うんだろうな、その来た人をもう少しもてなすスタイルは結構僕も好きだなと思って、そもそも黒田さんに習った手法だし、あこれはこれでやっぱいいし楽しいだろうなと思って、なんかそのスタイルちょっと真似させてもらおうと思って、それも、すぐ真似をしようと思ったし、あとはその眼鏡の、トレランですよ。やっぱり山走るっていいだろうなと思って、トレランもちょっと物落ちしてたけど、あったかくなったらやっぱりトレランだなみたいな、なんかそういうのも含めて、もうもっと節操なく真似しないと、これはあの人の分野だからみたいな、なんかそういう住み分けとか関係ないなと思って、そんなことしてたら366個思い浮かばないと思って、だからのなんか誰かが やりたいやってるみたいなことがあったらもうすぐ真似しようと思って、うちもなんか奥さんが最近エッセイの本読んでて、エッセイかと思っていいなと思って、俺もすぐそういうのもなんかちょっと遠慮したりするじゃないですか、その同じような方掘ったらかわいそうかなみたいな、そんなのも関係ないなと思って、もうすぐあエッセイね、確かにエッセイっていうジャンルは面白いかもと思って、俺もエッセイの本読もうと思ってすぐ買って読んでみたいな、そういうあれなのと、あとなんか全然関係ない、ね、インターネットのニュースとかなるべく見ないようにしてるんですけど、まあ、たまたまなんかそういうのを見たりした時に書評とか出てくるじゃないですか、ああいうのももうなんかもうほとんどノールックで買うんですよ、なんていうんですかね、その何も、その特に批評せず、まあ、とにかくまずその紹介されていた本をとりあえず買ってみるみたいなんで買って、それで読むと、まあ、大外れとかももちろんねんじゃうんですけど、そういうのもなんかもうどんどん取り入れていかないと、そのなんて言うんだろうな、やりたいことをどんどん見つけていくっていうのはやっぱ難しくて、自分のフットワークとか自分の心のバリアをいかに軽くするかっていうのが、やっていく上ですごい大事だなと思って、だからなんか真似するってすごい気持ちのハードルあるけど、そのハードルを乗り越えてどんどん真似しようよっていう、のをテーマにしました、はい、真似するっていいことだなと思って、なんかそのみんなそう思ってないと思うんですけど、なんかそうそういうことが大事な局面っていうのもあるよねと思って、あたくさん真似する中から結局は自分のエッセンスとかオリジナリティっていうのは出てくるから、人がやってることが羨ましくなるっていう習性がもともと人間にあるなら、それを活用するべきだと思って、誰かのことがなんかちょっとあなんかちょっとそれいいなと思ったら、なんかすぐ真似していこうよってい うことをしばらくテーマにしていきたいと私は思ってます。皆さんもねぜひねやってみてもらったらいいと思いますよ、はい、今日もありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。